また色が消えた。くもりんすごい。つくもに教えてもらったんだ。じゃあショベルカーの色は何色でしょう。なんだっけ。僕が好きな食べ物と同じ色だよ。わかった子はグッドボタン。わかった、黄色だ。正解。ちなみに僕が好きな食べ物はバナナだよ。それは知ってる。じゃあ次は私。この車はなんだ。普通の車じゃないの。よーく見て。救急車かな。違うよ。難しいな。正解はパトカーでした。僕が乗ってる。そうだよ。じゃあじゃあこれなんだ。見たことない形だな。そう言われると見たことあるような。黄色くて食べられる乗り物。食べられる乗り物。バナナカーだよー。そうだ、みんなもやってみてねー。カモリー、ノイズキーホルダーが出たよー。カンパンカー。お家の鍵につけたり、ランドセルやリュックにもつけたりできるんだ。キーホルダーをつければ忘れ物しなくて済むかも。火のいい匂いもするんだよ。クモリン、つくもとプリルのキーホルダーもあるよ。と、レッド、ペンケース2種類、かわいい。マグカップ2種類、ブランケット2種類、やった。塗り絵ポスター1種類、すごい。僕たちのラインを開いて、この場所をポチー。サンサンキッズ TV 公式ネットショップ、イエーイ。ここから簡単に買えるから、大人の人に相談してみてね。 LINE の登録はこの動画のタイトルを押して、この青い文字を押せば、ほら簡単でしょ。こっちの青い文字でもグッズが買えるよ。塗り絵ポスターを塗って、ツイッターでハッシュタグサンサンキッズ塗り絵コンテストで写真を投稿してね。オーケー。投稿してくれた子の中から抽選で3名様に景品をプレゼント。印象はサンサンオリジナル目覚まし時計。僕が君の名前を呼んであげるよ。君の塗り絵をトートバッグに、新章はお名前シールを5枚プレゼント。投稿してくれたみんなの塗り絵は動画で全部紹介。すごいすごい。応募は5月17日日曜日まで。たくさんの応募待ってます。パパもママも親子でゲットしてニコニコ超ハッピー。こんにゃ。今日のお絵かき。書いてくれて